まさかこんなところで柳生選手に出会えるなんて。ボスイーゾー福岡内にあるファイヤーボール担々麺を食べにやってきたんだけど、今回のお目当てはこちらの柳田悠岐選手のフルスイング担々麺、1500円となかなかのお値段。そして辛いの食べてみたかったのでこちらをオーダーしました。糸島野菜と国産豚のしゃぶしゃぶで仕上げた柳田選手のスイングのように豪快に野菜が投入されており、辛さは控えめで、辛いのが苦手な方にはこちらの担々麺がおすすめです。ちなみにこちらは一口食べただけで口から火が出てきそうで、辛いの食べたい方にはぜひ食べてほしいです。お子様ランチもあるから小さいお子様がいても入れるお店になっております。ボスイーゾー福岡には食べ物以外にも大貞治ミュージアムや、地上40メートルの高さから一気に滑り降りる滑り台、 HKT48 の劇場など、この他にもまだまだ楽しめるコーナーがいっぱいあるので、ぜひまだ行かれてない方は行ってみてください。